こんにちは。ジャパンリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。再放送は今晩8時です。では、今日の主な内容です。カレードスコープでは、ベトナムの阿波踊りグループ、ハノイゴーレンを取材しました。ロアとベトナムでは、石の魂を守る人を紹介します。ジャパンナウでは日本の秋を彩る紅葉を鑑賞しましょう。世界経済成長が減速している中、多くの経済専門家らは2019年、ベトナムの経済は ASEAN 地域で最も早く成長し、今後も成長を続けると述べました。アメリカのブルームバーグによりますと、第3四半期にベトナムの経済成長率は 7.31% に達し、その後、経済専門家はベトナムの経済成長予測を発表しました。これは2018年初以来、最速の成長率で、ベトナムへの外国投資の増加を反映しています。さらに専門家は FDI 外国直接投資の増加や小売業の成長による内需の拡大が2019年末から2020年の初めまで経済の成長を安定させると指摘しました。この頃、統計総局は今年1月から9月まで GDP が6.98% 増となり、この9年間で最高の成長率であると明らかにしました。ベトナムが引き続き高い GDP 成長率を維持するだろうと、多くの専門家や金融機関が予測しています。また、現在の激しい貿易戦争の流れの中でも、ベトナムは外国から大きな投資を受けています。この専門家によりますと、ベトナムの GDP の急成長は製造業の高い成長率に起因しています。統計では2019年の9ヶ月間で 11.4% 増加しています。製造業の指数が予想値を上回っていることに驚きましたが、これは分かりやすいですね。というのは、ベトナムへの投資はアジア諸国の中で最大となっているからです。特に中国からの投資は高額です。海外からの直接投資資本も急増し続け、総投資額はおよそ160億ドル2759の新規プロジェクトが登録されました。この資本は製造業だけでなく、多くの他業種にも流れています。さらにベトナムは国内での消費や観光客の増加などの要因から良好な成長を維持しています。重要な原因は国内消費も急速に成長していることです。さらにベトナムを訪れる観光客の増加も GDP に影響を与えています。8月にはベトナムが150万人の観光客を迎えました。そして年初からその数は絶え間なく増えています。専門家はまた、米中貿易戦争による目まぐるしい変化のため、ベトナムが長期的に高い GDP 成長を維持できないのではないかと危惧しています。長期的に見れば複雑な問題もあります。貿易戦争は世界の経済活動に悪影響を及ぼしています。ただし現在の背景の中で、ベトナムは高い成長率を維持できる数少ない国の一つなので、年末までの数ヶ月だけでなく、向こう 2,3 年間も GDP の良好な成長を維持できると信じています。専門家らは2019年と2020年のベトナムの GDP は 6-7% 以上になると予測しています。
この数値はタイ、マレーシア、インドネシアなどの東南アジア地域内の国よりも高いと言われています。ベトナムの統計総局によりますと、今年1月から9月までにベトナムを訪れた外国人観光客数は延べ1290万人に達し、前年同期と比べ 10.8% 増となりました。9月はベトナムに訪れた外国人観光客数が150万人を超えました。これは今年に入って4度目となりました。ベトナムへの観光客の 80% 近くがアジア圏の外国人で、次にヨーロッパからの観光客が続きます。2019年のベトナムの観光者数目標は外国人観光客1800万人と国内観光客8500万人を合わせた1億300万人の観光客を迎えることです。2019年の残り3ヶ月は訪越外国人観光客の最盛期を迎えると予測されていることから、観光客数は目標人数に到達するだろうとしています。世界経済フォーラムのランキングによりますと、2019年ベトナムは競争力と旅行の分野で67位から63位となり、4位上昇しました。また国連世界観光機関はベトナムが世界で最も早い観光成長率を誇る10カ国の一つとして評価しています。専門家によりますと、これらの結果はベトナム政府の開かれた政策、そしてデジタル革新の時代に合わせた観光客の需要を満たす観光関連企業の積極的な施策によるものであるとしました。続いてはベトナムの航空業と宿泊業の取り組みについてお伝えします。グローバルデータベース配信システムを使用して、世界中の航空会社、宿泊施設、旅行会社と接続します。チェックイン、座席の選択などのサービスを提供するウェブサイト、あるいは機内でインターネットが使用できます。ベトナム航空はデジタルマーケティングを積極的に推進しています。Đến năm 2020, thì trước hết cái mục tiêu trước hết của Vietnam Airlines số hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất kinh doanh của mình. Thì cái việc này ấy, nó sẽ giúp cho Vietnam Airlines biết được là mình đang có bao nhiêu chuyến bay đang được thực hiện, lỗ lãi của từng chuyến bay một, có bao nhiêu phi công, tiếp viên đang bay trên trời, xử lý các cái tình huống về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ thông tin thì được số hóa.航空会社がビジネスプロセスを変える一方、宿泊施設はクラウドシステムを使用して管理を実行しています。このホテルでは新しい技術の適用以来、業務はより簡素化し、支店間の接続とのデータ交換もより効率的になりました。việc áp dụng công nghệ mớiOpera Cloud này vào trong khách sạn ấy, thì nó sẽ giảm thiểu được cái chi phí đầu tư của khách sạn. Lợi ích to lớn nhất là việc mà đảm bảo cái hệ thống hoạt động một cách trơn tru. Technology を適用して最適化し、航空会社と旅行会社、そして宿泊施設は相互に接続し、多くの方法で商品の販売ルートも開拓しています。そのため、顧客の利便性が向上するという効果を生んでいます。日本文化やお祭りが好きな人々は、きっと阿波踊りを知っているでしょう。1586年に徳島県で生まれたこの阿波踊りは、夏のお祭りで踊る盆踊りの中でも特に大きな日本三大盆踊りの一つとなっています。この数年間、阿波踊りはベトナム在住の日本人によって
ますます人気が高まっています。今週のカレードスコープでは、ベトナムの阿波踊りの踊り子グループ、ハノイ恒例の阿波踊りを鑑賞しましょう。ハノイ恒例は阿波踊りの踊り子グループの名前です。2016年12月に設立されたこのチームメンバーのほとんどはハノイ在住の日本人です。毎週火曜日にハノイ恒例のメンバーたちはダンススタジオに集まり、この阿波踊りを練習します。この踊りの特徴は忍笛や三味線、鐘、和太鼓などの伝統的な楽器を直接使用して踊りのメロディーを作ることにあります。ハノイ恒例のメンバーたちにとって、ここは彼らが踊りの情熱を満たし、地元を思い出しながら力を与えられる場所です。私は阿波踊りが生まれた徳島という場所で生まれました。小さい頃から阿波踊りを踊ってたので、やっぱり阿波踊りを踊るとその自分のルーツというか徳島を思い出すので、阿波踊りを踊るときはとてもリラックスしてます。少ない動きなのにもかかわらず汗をすごくかくので、気持ち的にも楽しくなるし体にもいいと思ったので、今でも続けてます。誰でもやっぱり参加できるし、踊りの経験が一切なくてもできると思うので、それも続けてる理由の一つかなと思ってます。今日はお時間を割いていただきありがとうございます、はい、ありがとうございます。チームの名前、ハノイ恒例の由来について教えてください。ハノイ恒例の名前の由来なんですけども、私たちベトナムに住んでいるので、ベトナム の国の花、ハスを使いたいな、名前に使いたいなと思って、ハスっていう漢字はレンっていう呼び方もします。なので、香るハスで恒例という名前をつけました。恒例っていうのが、ベトナム語で頑張れ、恒例っていう意味もついているので、なのでやっぱりこうみんなでベトナムを盛り上げていきたいっていう意味も込めてつけてます。ハノイに住んでいる日本人のコミュニティはだんだん増えてきます。では皆さんはどうやって集まり阿波踊りを踊るのでしょうか。日本人の集まる、食事会だったりとかに行って、でたまたまお話ししてたら一緒にやってみたいって言ってくださる方が結構いらっしゃったりとか、あとは日本人向けのフリーペーパーに連員を募集してますみたいなのを、呼びかけて、でそれで一緒に踊りたいですっていう方がいらっしゃったりしてます。今は総勢20名います。この伝統的な日本の踊りをベトナムの人々にもっと親しんでほしいと、ハノイ恒例は日印越アート展やハノイ桜祭り、駅伝2017-2018、最近では今年5月にハーナム省で開催されたウェイサッカー祭りなどのベトナムで行われている日本関連イベントで阿波踊りを披露しました。プロモーションビデオを見ました。ありがとうございます。ハノイのいろんなところで撮影されていましたよね。とても面白かったですが、どうしてこのビデオを撮ろうと思ったんですか。これは、日本日印越アート展っていう、アートの展示会があって、ハノイで映像の仕事をしている人がいるんです。その人が日本文化とベトナム文化っていうのを融合した映像を撮影したいっていう依頼があって、それで阿波踊り
をあのメインに撮っていただいたという形ですね。阿波踊りは小さい人からあのお年寄りまでみんなであの楽しく踊れる踊りなので、ぜひあの興味がある方は一緒に踊っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。阿波踊りは楽しいですね。私も体験してみたいです。わかりました。じゃあ一緒にやりましょう。やりましょう、はい、はい。笑顔輝く日本祭りの雰囲気と精神を作り出す阿波踊りは、日本に関するイベント、特に交流活動に欠かせないものとなっています。それぞれのハノイ高齢のメンバーは、毎年各地で開催される日本文化交流イベントの出場に向けて、日々練習に励んでいます。続いてはロアとベトナムとジャパンナウのコーナーです。数千年前から中部高原地帯低原地方では石から作られた六徳な楽器ダンダが受け継がれています。ダンダはユネスコの世界文化遺産である低原地方のロラ・シンバル文化区間の一部分となっています。コントゥーム省サーテイ県に住む少数民族ザライ族の一人アーフィンさんは石の楽器に特別な愛情を持っています。今週のロアとベトナムではアーフィンさんと会いましょう。アヒュンさんはクントゥム省サーテイ県チョッ村で生まれ育ちました。幼い頃から山や森に囲まれる高原ならではの文化空間に住んできました。10年前畑で土壌侵食を防ぐために石を配置していた時、谷川沿いにある石から不思議な音を聞こえました。これらの美しい音に驚いたアヒュンさんが複数の石を叩いてみた結果、それぞれの石がそれぞれの音を出すことを実感しました。その後、面白い音だと思っていろいろな石を探し、石の楽器を作り始めました。Tôi làm đàn đa phần niềm đam mê nghe tiếng âm thanh rất là hay. Từ đó tôi rất đam mê và say mê nghiên cứu về đàn đa.ダンダのセットには通常長さや厚さが異なる3つから15の石板からなり、さまざまな音色を出します。良い響きのダンダを作るためアヒュンさんは谷川にやってきて石を選択します。自分の特別な耳で適切なものを選び持って帰ります。ダンダーは công đoàn đầu tiên là mình đi tìm đi suối rồi còn đa nào có âm thanh thì mang lên còn có âm thanh vứt đi rồi mình lựa chọn những đa nào cótheo cung bậc âm thanh của theo nốt nhạc của người dân tộc Yerai. Cái đó lựa chọn rất là khó. Phần khó là đối với nghe phải biết nốt gì mới phân biệt âm thanh. Sửdôi âm cảm tổ sugureta sozose niyori Aihyun san ba jibun de ishi o kittari.磨いたりして音声を調整します。石は同じものがないことから、アヒョンさんは一本の石ずつ音を聞き、それぞれのメロディーにふさわしい音を出すものを選びます。その後ダンダーを造形するため石板を掘ります。慎重に石を掘ることによって音を少し調整し、最も良い音色を出せます。この工程が
とても重要で、ランダーの品質を決めるものです。独学したアイヒョンさんは自分の感覚で制作しています。cái nghe cái giai điệu dân ca nào đó hoặc nốt gì cứ nghe theo cái bài hát nào đó rồi lựa chọn theo thành một nốt nhạc, như chẳng hạn như bài trang thời á, trong của dân ca Gia Rai đó, tức là trăm thời á. Đó, em ơi mùa xuân đã về rồi. ランダーだけでなく、アヒョンさんはトゥルンやティンニンなど他の民族楽器を制作するためにも研究しました。またブロボムやクニというあまり使われていない楽器も作れています。伝統音楽に対するアヒョンさんの愛情と情熱が絶え間なく燃えています。このような感情のおかげで、低原地方独特な伝統音楽とその美しさが保存されています。したがってランダーやティンニン、クニなど各民族の伝統楽器の素晴らしい音色が引き続き森林に響き渡っています。日本を訪れる観光客が一番多い季節は紅葉シーズンです。日本の紅葉はなぜこんなにも人々の心をつかむのでしょうか。今週のジャパンナウでは、その紅葉の美しさを探求していきましょう。日本の秋を彩る紅葉。秋になると気温が下がり、木々の葉が赤や黄色に変化します。こちらはもみじ。緑からオレンジを経て赤く色づきます。そしてこちらはイチョウ並木。黄色く色づいたイチョウの葉が黄色一色のトンネルを作り出します。日本は紅葉する木の種類が世界で一番多いとされており、古くから紅葉を楽しむ文化があります。日本の紅葉の風景は人の手によって作り出されてきました。こちらの白い壁の向こうに植えられたもみじは、遠くの山と調和した空間を作り出しています。庭にあるその目の前のものだけを見るのではなく、赤く色づいた木々、その上に山があって、さまざまなものを一枚の絵として見るということを非常に楽しむ。さらに屋内から見ると、外のもみじが映り込むよう床板が磨き込まれています。まるで鏡のように奥の山まではっきりと映っています。古くから親しまれてきた紅葉の鑑賞方法です。さらに別のお寺、大きな窓がくり抜かれています。庭の葉が色づくと、まるで絵画を飾っているように見えるのです。
こちらの庭園ではモミジをあえて緑の苔の上に植えています。緑と赤のコントラストを楽しむことができます。京都の北西部にある高尾、400年以上前から紅葉の名所として親しまれてきました。山本誠さん、先祖代々高尾のもみじを守ってきました。日々もみじの様子を見回ります。もみじは樹齢が長くなると幹の内部が腐って倒れてしまうことがあるのです。大きなもみじありますね、はいはいはい、あれも危ないですね。台風とか、そうですね、雨が降ったりとか何かで倒れる可能性はありますね。そのため山本さんたちは定期的にもみじの植林を続けています。我々は今ほっといてもこの景色はしばらくは楽しめると思います。ただ何十年後、30年後、50年後には今のこの姿のもみじはないと思います。まあ、我々が、ね、引き継いできたものですし、これをまた後世に残していくのも我々のまた責務だと思っておりますので。一年のわずかな期間にしか見られない紅葉、この美しい紅葉の景色はこれからも守られていきます。今週のジャパンリンクはいかがでしたか。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは japanlink@vtv.vn です。このジャパンリンクは VTV4 のホームページや YouTube でもご覧になれます。それではまた来週お会いしましょう。